森の奥でアルババのクラクラ実況。はい、どうもアルババです。今日はですね、こちらね、メキシコのねクランさんとね当たってるんですけども、こちらからねお送りさせていただこうと思います。こちらはですね、攻撃、ザワザワさんなんですけれども、こちらタウンホール10の方なんですよ。はい、なんですけれどもタウンホール11から星2と、ね、こんな感じの、はい、ご覧ください。まあ、こんな感じのね、まあ、あの相手は全開対策陣なんですけれども、まあ施設レベルに関しては、まあ、あの10の中盤ぐらいですかね。うん、そんな感じでございますね。でね、注目していただきたいのはですね、こちらですね、対空砲、これはねレベル7、タウンホール級のマックスですね。これが3機ですね。ここ3機ですね。とあとですね、こちらですね、タウンホールが、10のマックスの、うん、これはレベル8のやつなんですけれども、ね、こちらね、こちらライトニングを4発積んでるんですけども、まあ、結果から言うとね、6次面からね、4次面、7次面の、ね、対空砲をねライトニング2発で落とすんですよ。このレベル7のねマックスのライトニングっていうのは、攻撃力がですね、こちらご覧ください、570なんですよ。うん、このね570の攻撃を2発、これでね、1140のダメージを与えることができます。そしてですね、こちらの対空砲レベル7に関してはこちらご覧ください、1110なんですよ。ただね、あのこちらのレベル8になると、こちらですね、レベル8になると、こちらご覧ください、こちらね1170になってしまって、ライトニング2発では落とせなくなるんですね。まあそれでアースクエイク必要なんですけれども、今回は、ね、この下側の2機を潰していくような形になります。まあね、その理由としてはね、タウンホールが下側にあるからと。こちらね、編成としてはねドラゴンラッシュなんですよ。タウンホール10の方がタウンホール11への格上ドラゴンラッシュなんですけれども、まあ、このドラゴンラッシュをやる上でやっぱり、前回対策陣っていうのは必須なのかなと思います。前回対策陣っていうのは大体あのタウンホールがね若干外寄りになっている、配置が多いと思いますので、ね、はい、こちらであればあのドラゴンが届くんじゃないかと、そういった感じですね。はい、で一応ねこちらねアースクエイクを2発持ってってるんですけれども、これも多分あの、ライトニングっていうのはねあのランダム化されちゃったじゃないですか、その法則がなくなって。なので、ね、全部ダメージが当たらないっていう場合もあると思うので、その分のあの安牌の、アースクエイクだと思います。はい、それではご覧ください。まずはですねこちらね、4次面7次面のね、対空砲にライトニング2発で処理しています。レベルマックスのライトニングって結構いいですよね。ていうかね、これ全開対策陣ってこれ星には取らせるけどみたいな配置だと思うんですけれども、意外にねこれあのパーセント足りなくて終わっちゃうパターンあるんですよね。だからね、まあこんな感じでドラゴンラッシュちょっと俺も覚えようかなとかちょっと思ってるところでございます。はい、まあ、こんな感じでサイドカットですね、4次面7次面の、サイドカットをまず先に行って、下から本陣の投入と。まあただね、うまいですよね。まあうまい、うん、うまいよね、やっぱりね。で、こう下から援軍と、ドラゴン、ドラバルの登場ですね、下からの援軍ね。こんな感じで。でね、呪文あと残るはフリーズ1個なんですけども、このね、役目っていうのは、なんだこれ、イーグル砲。うん、基本的にはイーグル砲を飛べることがメインだと思います。インフェルノタワーのマルチっていうのは、ドラゴンラッシュでは全然脅威ではないんですけれども、シングルインフェルノだったらちょっとまたドラゴンラッシュちょっとね、まあ微妙な、まあフリーズのかけ方とか微妙になってくるとは思うんですけども、これね、かなり、まあ、ドラゴンラッシュに適してたあの配置なのかなと思います。はい。はい、この状態でね、もう 48% まで伸びるのかな。うん。で、これね、いろいろね、何、パーセント稼ぎのユニットとか、その、タウンホール落とせなかった時用のウォールベイカーとか積んでね、ヒーロー、残しているんですけれども、これドラゴンもう1体積んでればいけちゃったかなっていう感じですよね。はい、でもうあとはねこんな感じでもうヒーローズダズダズダッと、はい、 50% ということです。まあねこれね、タウンホール10からタウンホール11への星2っていうのは今ね本当にね難しいことだと思うんですよ。結構みんなあの心当たりありませんか、やらかしません、タウンホール、まあ、イーグルをついただけでしょうみたいな感じだと思うんですけども、それがねめっちゃ強いんですよね。あと施設数も地味にガンガン増えてるんじゃないですか。だからそれによってあのパーセントも足りなければもうなんだろうな、ゴーレもすぐ死ぬみたいな、
うん、だからそのタウンホール10とタウンホール11ってのは全く別物なんですよね。まあ、こんな感じで 61% も取れちゃうんですよ。皆さんもねよかったらタウンホールまあ9だと厳しいのかな、これレベルマックスのドラゴンだから、10からになるのかな、うん、まあね、タウンホール10の方格上チャレンジするとき、前回対策に相手だったら よかったらやってみてはいかがでしょうか。ということでご視聴ありがとうございました。